美術は日本の学校教育における美術教育の科目である。小学校の図画工作に相当し、中学校、高等学校で美術という。高等学校においては、普通教育に関する各教科としての芸術と専門教育に関する各教科としての美術に分かれている。文部科学省の新学習指導要領によれば、 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、美術の創造活動の喜びを味わい美術を愛好する心情を育てるとともに、感性を豊かにし、美術の基礎的能力を伸ばし、豊かな情操を養うこと、あるいは美術に関する専門的な学習を通して、美的体験を豊かにし、感性や創造的な表現と鑑賞の能力を高めるとともに、 美術文化の発展と創造に寄与する意欲と態度を養うことが目標とされる。素描、絵画、版画、彫刻、デザイン、映像などの実技とともに美術鑑賞も重視される。高等学校においては普通教科としての芸術に属する科目として美術1、美術2及び美術3が設定されている。高等学校においては普通教科としての 芸術とは別に専門教科としての美術が設定されている。専門教科としての美術は主に美術に関する学科において履修されている。美術に関する学科は高等学校設置基準に規定されている。専門教育を主とする学科の一類形。専門教科、美術に属する科目のうち美術史、素描及び構成が 高等学校学習指導要領により原則、履修科目として指定されている。ありがとうございます。